こんにちは、マッピーホトのエリナです。今日はフォトショップで春っぽい架空のバナーを作っていこうと思います。まあ、春といえば始まりの季節ということで、こんな感じのバナーをフォトショップで作っていきます。まあ、割とどれも簡単に作れるものなので、まあ、初心者の方でバナーを作ってみたいという人はぜひ参考にして一緒にやってみてください。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。では、フォトショップでやっていこうと思います。では、フォトショップを開いて、まず新規ファイルをクリックします。そして右側で詳細設定をしていくのですが、よくあるバナーのサイズが 300×250 なのですが、今回は少し見づらくなってしまうので、その倍の数値にしたいと思います。では幅を600ピクセル、そして高さを500ピクセルにしたいと思います。そして一つのバナーを作るだけなので、アートボードのチェックマークは外しておきます。そして解像度はモニター用なので72ピクセルパーインチにします。そしてこれで作成をクリックします。そうすると600ピクセル ×500 ピクセルのキャンバスを作ることができました。ではここからまず背景の写真を入れていきます。で、今回使う写真がこちらの桜の写真です。こちらは Adobe Stock でダウンロードしたもので、概要欄に URL を載せておくので、同じ写真で練習したい人はぜひダウンロードしてやってみてください。ではこちらの桜の写真をクリックしてドラッグして Photoshop に持ってきて離します。そしてここら辺の少しぼわっとした桜の部分だけを使っていきたいので、この写真も大きくしていきます。ではこれぐらいにしてエンターを押して確定していきます。そうすると背景となる桜の写真を入れることができました。ではここから今度は切り抜きの被写体の写真を入れていきます。ではもう一度、今度はこちらの写真をクリックしてドラッグして Photoshop に持ってきて離します。そして少しサイズを大きくしていって、場所を左側に動かしていきます。そしてこれぐらいで OK かなと思ったらエンターを押します。そしてこちらの写真に写る被写体を切り抜いていきます。で、切り抜きの方法についてはこちらの動画で詳しくやっているので、細かく知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。ではこちらの写真のレイヤーをクリックしているのを確認して、ツールバーにあるオブジェクト選択ツール、またクイック選択ツール、また自動選択ツールの一つを選びます。今回はじゃあクイック選択ツールをクリックします。でもしない人は右下に三角マークがあるツールを長押しして探してみるか、あとは点々点を長押しして探してみてください。ではクイック選択ツールをクリックします。そして上の被写体を選択を使っていくのですが、その右側にあるこの下のマークでデバイスとクラウドというのが2つ出てきます。で、クラウドにした方が結果が綺麗になりやすいので、今回はクラウドをクリックしてから被写体を選択をクリックします。そうするとこのようにもう簡単に綺麗に被写体だけを選択することができます。で、このまま切り抜いていきたいのでレイヤーマスクをクリックします。そうするとこんな感じで被写体を切り抜くことができました。ではここから文字を入れていこうと思います。ではツールバーにある横書き文字ツールをクリックします。そしてまず最初にフォントを AB&R にしたいと思います。そして桜の方のところをクリックして、まず春は始まりの季節と入れていきます。で、後でこちらの色は変えていくので、まあ、とりあえず文字を最初に入れていこうと思います。では次に大きくウェブデザイン講座と入れていきたいと思います。ではその下をクリックして、まずウェブと書いていきます。そしてこちらのフォントを変えていきたいので、このウェブという文字のレイヤーをクリックして、上のフォントをクリックして、今度は凸版文級見出しゴシック STD にしたいと思います。で、こちらの文字はちょっと大きくしたいので、コントロール T またはコマンド T を押してこんな感じで大きくしていきます。そしてエンターを押します。で、少し間がギュッとしすぎているかなという時は、こちらの文字のレイヤーをクリックして、右側の A というマークをクリックします。で、もしここに出てこないという人は、上のウィンドウから文字をクリックするとこのように A が表示されると思うので、ここで V と A があると思うのですが、
こちらが今マイナス75になっているのを0にします。そうするとこのように間を空けることができます。でこちらの細かい調整も最後にしていくので、まあ、とりあえずこんな感じにしていきます。そしてその次に下にデザイン講座と入れていきます。ではもう一度クリックしてデザイン講座と入れていきます。ではまたコントロール T またはコマンド T を押してこのように動かしていきます。でちなみに一緒に動かしたい、一緒に大きくしたいという時はレイヤーの Web という文字のレイヤーをクリックしてシフトを押しながらデザイン講座をクリックします。そうすると2枚のレイヤーを選択することができるのでこのままコントロール T またはコマンド T を押すと2つ選ばれてこのまま2つ大きくしたり場所を一緒に動かすことができます。なので一緒に動かしたい場合は2枚同時に選んでからやってみてください。でこんな感じにしたいと思います。でこのままだとちょっと色合いも春っぽくないし少し寂しい感じがするのでまず春は始まりの季節というところの下に以前作ったリボンを使って入れていこうと思います。でこちらのリボンの装飾を作る方法はこちらの動画でアップしているので作り方を詳しく知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。ではツールバーにあるカスタムシェイプツールをクリックします。そして上にあるシェイプの形のところの下マークをクリックしてで以前登録してあるものは一番下に表示されるのでこちらのリボンをクリックします。でもしまだ作ってない人はぜひ動画で作ってみてください。では一旦閉じます。そしてリボンの中の色をこちらの塗りで変えることができるので今回はこの薄いピンクにしたいと思います。そして周りの線も入れていきたいので線は白にしてそしてサイズは 1.87 にしていきます。そしてクリックしてドラッグしてこんな感じでリボンを作っていきます。で離すとこのようなリボンを作ることができました。でこのリボンの色に合わせて春は始まりの季節の文字のレイヤーをクリックして文字の色を変えていきたいので横書き文字ツールをクリックして上の色のところをクリックして白にしていこうと思います。そして OK をクリックします。そうするとこんな感じでもう少し春っぽい感じになったかなと思います。で、ウェブデザイン講座という文字も同じように春っぽくしていきたいのでまず文字の色を変えていこうと思います。では2枚別々のレイヤーになっているわけなのですが2つ一緒に色を変えることができます。ではデザイン講座の文字のレイヤーをクリックしてシフトをしながらウェブの方の文字もクリックします。そして2枚選択してから横書き文字ツールの上の色のところをクリックして白にしていきます。そうするとこのようにどちらのレイヤーも色が白になります。で白だと、まあ、春っぽくていいのですがちょっと目立たない感じがするのでここから少しレイヤースタイルの交際を加えていこうと思います。でレイヤースタイルについてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。ではこの2枚のレイヤーをまとめていきたいのでこのままコマンド G を押してグループにしていきます。でこのグループの中を開くと2枚のレイヤーが入っているという感じです。でこのグループのレイヤーにレイヤースタイルをかけると両方の文字に同じ効果をかけることができます。ではグループの右側をダブルクリックしてレイヤースタイルに行きます。そして今回は交際外側をかけていきたいので交際外側をクリックします。そしてこちらで色を変えていくことができるのですが先ほどと同じこちらの色にしたいと思います。そして OK をクリックします。でスプレッドやサイズでこのように加減を変えることができるのでこんな感じで目立つようにしていきます。ではこんな感じにして OK をクリックします。そうすると先ほどは真っ白でウェブデザイン講座があんまり目立たなかったのですがこの交際をつけることによって少し目立つようになってきました。この時少しズームアウトすると目立っているかわかると思うのでコントロールマイナスまたはコマンドマイナスを押して少し小さくしていって離れても見えるぐらいになったらちゃんと目立ってるということなので OK かなと思います。でこの時逆にレイヤースタイルなどをつけていなくて目立たないかなと思ったらそこから装飾を加えてもいいと思います。ではここから下に長方形を入れてその上に文字を入れていこうと思います。ではまず長方形を書くために長方形ツールをクリックします。そして上の塗りは白そして線はなしにしたいので斜線をクリックします。
そしてクリックしてドラッグして長方形を書いていきます。そうするとこんな感じで長方形を書くことができました。で、後から大きさを調整したいときはコマンド T でのように調整できるのですが、縦だけを伸ばしたい、横だけを伸ばしたいというときはシフトを押しながら真ん中のバウンディングボックスをクリックして V にドラッグするとこのように大きくなるし、横も同じようにクリックしてドラッグすれば伸び縮みすることができます。ちょっとだけ大きくします。で、こんな感じで長方形を入れることができました。ではここから長方形の中に文字を入れていきます。ではまた横書き文字ツールをクリックして文字を書いていきます。ではクリックしてまずマッピースクールと入れていきます。で今文字が白で見えないので上の色のところをクリックして今回は色は黒にしていこうと思います。そして OK をクリックします。でフォントも変えていきたいのでマッピースクールのレイヤーをクリックして上のフォントをクリックして今回はフトゥラ PT にしたいと思います。そして細さも右側で選ぶことができるのですが、今回はライトにしたいと思います。そしてこの文字と文字の間を少し広げていきたいので、また A という文字をクリックして、先ほどあった VA というところを広げていきたいので、75などにしていきます。そうすると今文字と文字の間が広がったのがわかると思います。でもうちょっと広げたいというときは VA のところにカーソルを持ってくると指マークになるのでこのままクリックして右にドラッグすると幅を大きく変えることができたり逆に左側にスライドすると縮めたりすることができます。では今回はこんな感じにしたいと思います。では次に上にまた文字を入れていきたいのでクリックして大人のオンライン講座学習と入れていきます。そしてこちらのフォントはノトサンズ CJK JP にします。そしてコマンド T を押してマッピースクールに合わせるようにこんな感じで文字を小さくしていきます。であとは右側に資料請求はこちらと入れていきます。でこちらもノトサンズ CJK JP にします。まあ、ですがもうちょっと目立たせたいのでこちらはボールドにしたいと思います。そうすると資料請求はこちらが太字になるので結構目立つようになりました。でちょっと動かしたいのでコマンド T で少し動かしていきます。で左側も動かしていきたいので全体をコマンド T を押して左に動かしていきます。そしてこちらの後に三角形を入れていきたいのでツールバーにある三角形ツールをクリックします。そしてこれはクリックしてドラッグすると上向きの三角形になるので後で向きを変えなきゃいけないのですがこんな感じで三角形を作っていきます。そうするとこのように三角形を作ることができました。ではコマンド T を押して三角形の中で右クリックします。そして90度回転時計回りをクリックします。そうするとこのように右側を向いた三角形を作ることができます。ではこちらをコマンド T またはコントロール T を押してこちらの後にこんな感じでつけていきます。今ちょっと見えないので塗りを黒にするとこのようになります。ちょっと小さくしたいのでこんな感じでコマンド T で小さくしていきます。そうするとこのように文字と三角形を入れることができました。でこれでもいいのですがもうちょっとこちらも春っぽく仕上げていきたいので装飾を加えていこうと思います。ではまず大人のオンライン講座学習の下に長方形を入れていきたいと思います。では長方形ツールをクリックして、またクリックしてドラッグして、オンライン講座学習のところと被るように長方形を作っていきます。で色を塗りのところをクリックして、ちょっと暗めの赤にして、そして線はなしにします。で今、大人のオンライン講座学習の上にこの長方形を書いてしまったので、文字が見えなくなってしまっています。なので長方形をクリックしてドラッグして大人のオンライン講座学習の文字の下に持ってきて離します。そうすると文字が見えるようになりました。で大人のオンライン講座学習も文字の色を変えていきたいのでまた横書き文字ツールをクリックして戻って上の色をクリックして白にしていきます。そうするとこのようにちょっと目立つようになったかなと思います。であとは資料請求はこちらのところにもちょっと丸っぽい長方形を書いていきたいので、また長方形ツールをクリックします。そしてこちらの塗りは上のピンクと同じにしたいので、こちらを選びます。そしてまず長方形を書いていきます。クリックしてドラッグして長方形を書きます。でそうすると
この長方形の端に丸い青いのが出てくるので、これをクリックしてドラッグして内側に持ってくると角丸の長方形を作ることができます。でこんな感じになります。ではこの長方形のレイヤーもクリックしてドラッグして、先ほどあった文字の資料請求はこちらの下に持ってきて離します。そうするとこんな感じにすることができます。でこちらも資料請求はこちらをクリックして文字を白くしていきたいので、横書き文字ツールの上の色のところを白にしていきます。であとは三角形も白にしていきたいので、三角形ツールに戻って塗りを白にしていきます。そうするとこんな感じでざっくりバナーを作ることができます。ではここから微調整をしていきたいので、文字の大きさだったり文字間隔を調整していきます。大きさはだいたいコマンド T でやることができるのですが、文字間を少し調整したいという時は一回横書き文字ツールをクリックします。で例えば W と E の間が少し広めに空いているので、ここだけを狭くしていきたいという時は W と E の間を一旦クリックします。そして Alt を押しながら左の矢印を押します。そうするとこのように一つずつ動くので、自分の好きな文字間隔にすることができます。で他のところも同じように、デザイン講座の講座の間にカーソルを持ってきてクリックして、オプションまたはオルト で右矢印を押すと広げることができます。でこんな感じで全体を調整していきます。はい、ではこんな感じで作ることができました。簡単なのですが、切り抜きだったり装飾をして春っぽいバナーを作ることができました。はい、今回はフォトショップで春っぽい架空のバナーを作ってみました。春ということなので、ちょっとピンクの可愛らしい、そして始めやすい感じのバナーにしてみました。で今回は結構シンプルめのバナーだったのですが、他にも少し難しいバナーの作り方の動画もアップしているので、気になる人はぜひそちらもチェックしてみてください。フォトショップでバナー作ってみようと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。で、このチャンネル、で、この、